はい、ゆきです。そして、引き続き、タバコ動画、始めていきます。こちら、今日は、セーラムライト。セーラムライトボックス。こちらですね、あんまり見ないんですけど、これ JT の会社ですね。JT の商品みたいです。初めて見ました、このセーラム。もうね、終売になってんのかなと思ってて、で、近くの、ローソンストア100に売ってました。あ、これまだ終売じゃなかったんだと思って買ってみました。タールが7ミリ、ニコチンが 0.6 ミリのタバコです。まだこれ売ってんだね。かなり珍しい部類だと思うんだけど。売ってるとこ見たことない。コンビニではまあ売ってないですね。じゃあ、吸っていきまーす。あ、結構辛い。辛いな、これ。辛。なんだこれ、辛っ。これメンソールだよね。メンソール感がほとんどないですね。これびっくりするほどない。でも一応メンソールタバコ。セーラムは1956年4月に世界初フィルター付きメンソールとして発売。だそうです。値段が450円。これめちゃくちゃメンソール薄いな。でもなんか辛いぞ。辛。なんか辛い。辛い。なんだこれ。メンソールの辛さなのか？いや、でもそうではないよな。タバコの辛さだと思うんですけど。ゆっくり吸っても、若干辛いもんね。で、タバコの味が辛いっていうだけ。ほとんどタバコのなんかうまさっていうのが感じられないですね。前回吸ったピアニッシモに比べると、はるかにタバコの味はまずいです。雑味の辛さがあって、ただ一つ、いいところはメンソール感がほとんどないところですね。うん、メンソール感。全然口がね、スースーもしないし、ほとんどわかんない。全然わかんない。これメンソールって、ぶっちゃけ。え、これメンソールなのっていう、吸ってて、え、って感じ。これはうまくねえな。これはうまくねえ。
1956年だからかなり昔にある、昔からあるタバコっていうことになってますね。以前は、これの12ミリのやつが売ってたみたいです。さらに昔になると13ミリのやつが売ってたみたいですね。ただ、俺は記憶にございません。こちら。そもそも見ないです。セーラーム自体。ただ、見たとしてもこれは美味しくないんで、もう買わないですね。そうそう、ゴールデンバットと、申請が今度フィルター付きタバコになるらしいです。6月中旬らしいんで、6月中旬ね、をめどに随時変わっていくらしいです。結構楽しみです、俺は。タール値も、低くなって、15ミリですね。どっちも確か15ミリ。ゴールデンバットも、新鮮もどっちも15ミリのタバコになるみたいです。うん。結構俺は楽しみ。なんで、今度ね、今度発売されたらまたレビューしたいと思います。こちらセーラム2つ星。これはうまくない。まずい。買う価値はほぼないでしょう。ということでご視聴ありがとうございました。